まっとりしてるね。ずいぶん慣れてるぞ、うん、慣れてるね。いや、寝やすかったな。寝やすかった？うん。あ、よかった。そう。猫の何かがうるさくなかった？もう寝しまったらもう全然。ほんと。それはよかった。何時寝たの？12時ぐらいかな、でも。12時。うん、12時ぐらいか。お、哲也逃げんな、哲也。哲也逃げんじゃない。哲也。哲ちゃん。ちょっとまた寝違えて首が痛くなっちゃったよ。哲ちゃん、首痛くて大変だわ、マジで。っていうかさ、ディフチン寝てんじゃん。ディフチン寝れるようになったの。哲也がいてもかなりいいね。いい感じじゃない？シャアの回数も減ったしね。遠いよ。ディフチ慣れてきたね。慣れてきた、慣れてきた。ルノチ、ルノチはいいもんね。よいしょ。いいじゃない、いいじゃない。おー、ディフちゃん。
哲也のベッドでまったり。哲也のベッドでまったり、リュヒちゃん。ぴったりサイズ。おぉ。ぴったりだね、リュヒちゃん。実はですね、なんでリュヒちゃんがここにいるんだって感じなんですけど、もう今日、日中、もう何時間だろう。もう6時間とかずっと部屋を開放しっぱなしで過ごしています。哲也はどこかな？ああ、まあでも哲也は引きこもりがちだね。哲也こういうとこやっぱ好きなんだね。猫らしいね。もう5、6時間開放してます。で、まあ哲也も結構動き回ったりもしつつ、まあでもこういうとこにね、入ってる時間やっぱり長いかな。でもたまに出てきて動き回ったりね、してます。だいぶいい感じ。そっか、さっきあれ撮りましたもんね。さっき撮ったもんな。さっきここに哲也がいて、ここでディフィーが寝てるっていう映像を撮りましたけど、その時より前からずっと部屋開放してて、それ以降もずっと部屋を開放してますが、まあ、ディフィーもね、そんなに哲也に対して、ブチ切れたりすることもね、あんまりない。まあ、たまにあるかな、でも。たまにあるけど、ルノに対しても怒ってるから、そういうこともあるよねって感じ。そこまでね、すごい、大ストレス、大ストレスって感じでもないけど、まあ、ちょっと多少のストレスはあるかな。ディフィチン。な、ちょっと遊んであげたいんだけど、ちょっと今日首が、寝違えて痛すぎてもう、ちょっと病院明日、月曜日。明日病院行くわ。ダメだこりゃ。てっちゃん。てっちゃん。てっちゃん。ファビュラスだね。ファビュラスじゃん。眠いの？何そのお手手は？そのお手手は何ですか？てっちゃん。あ、逃げた。ああ。きっ。てっちゃん。パーシャみたいだね。